はいどうも、どうだったでしょうか。この無駄にシネマチックなオープニング、無駄にクオリティ高えだろ。そうです、時間稼ぎです。今の時代さ、ワンピースだってよ、無駄にオープニング長えじゃん。もうそれと一緒だよ。ということで、ちょっと一言言わせてください。当チャンネルの数少ないリスナーの方々、日々のね、高評価でしたり、バットでしたり、コメントでしたり、非常にありがとうございます。それでね、やっぱみんな、人狼ゲームの方がね、割と好評のようで、次人狼やったよとか、もっとやったよって言っていただいているので、あえてピエンでいきます、今回は。思い通りに行くと思うなよ。あ、ちょっと待って、俺めっちゃ性格悪いやつみたいじゃん。あのね、ちょっと言わせてください。ピエンのね、動画をね、ちょっと前に出したんですよ。で、すぐ出そうかなって思ったんだけどね、やっぱね、ある程度期間がいる、この動画は。続けるのに、期間がいる。なぜならね、夢に出るんだよ、これやったら。うん。夢の中でさ、このさ、BGM さ、ピエン、ピエンがさ、めっちゃ流れるの。ちょっとある程度期間を設けないとね、僕、精神が続かないんだわ。うん。ということで、今回、この続きをね、やっていきたいと思います。前編の方があるので、まあ概要欄にも載せてあるので、気になった人は見てください。ね、企画内容がですね、まあ基本的に、まあ、今真似通り声真似しながらなんですけど、まあ死んだらキャラクター変更。死んだらキャラクター変更。これでいきたいと思います。多分めちゃめちゃ死ぬと思うので、キャラクターいっぱい出てくると思います。行くかな。どう、行く？行く？やる？やらない？やる？行っちゃう？行くよ、準備。いや、行くぞ！ということで、始めます。うわ、もう、ステージ15だからね、これ、どこまであるかわからないんだけど、もう、この BGM が、もう BGM が、見て、この右側。カメラ目線と思いきや、ちょっと俺の右側を見てやがる。ちょっと俺の右側を見てやがる。で、最初のキャラクターはウソップでいきたいと思いますね。皆さん、ウソップ。いくぞー！俺には100万人の部下がいる！うわあ、何見てんだ、おめえら！行くぞ！行くぞ！俺が行くぞ！俺が行くぞ！来た！ああ！ちょっと待って、もうちょっとウソップ行かせて。ちょっと短すぎるわ、この野郎。よっしゃ、鍵取ってる。うぅぅぅ、え、これめっちゃ難しくない？待って、これウソップ行かせて。この辺、ウソップ行かせて。誇り高き海賊様が手ぶらでおちおち帰れるかってんだ。ガエムシ、ガエム、うわぁ難しすぎだろ、おい、これ。俺が下手なだけなのかな？あ、わかった。こうやって、こうやっていけばいいんだ。こうやっていけばいいんだ。どうした？おめえら！俺様に追いつくことさ、ギャー！わかりました、皆さん。もうわかった。もうわかった、皆さん。こう来るじゃん。で、これ取るじゃん。一回、こう逃げて、こうやって。はぁ、どうした？おめえら！よっしゃー！デンジャー？何？なんだ？ボス的なやつですかね？ボス的なやつ、いきますよ。いきますよ。うわぁ！うわぁ！なんだこいつ！待って、BGM パオンになってる。BGM がパオンになってる。待って、対応できない。この状況に対応できない。ちょっと待って、うわぁ！うわぁ！これおい、何でもありか、もう本当に。もう顔面ちょっとミッキーマウスっぽいぞ。なんだこいつは。どうやって倒したらいいんだ。俺はどうしたらいいんだ。いけねえの、いけない、いけない、いけねえの、いけない、いけない。ああ、待って、これどうしたらいいの、こいつ。どうやって倒せばいいの、こいつは。ちょっと待って、こいつ動くから、こういって、ルフィ助けてくれ、ルフィ。こう来て、これ来るでしょ。かわすんですよ、多分。パオンパオン、うるせえな。あー、わかりました。じゃあ、もう、ウソップ死んだんで、リヴァイ兵長で行きたいと思います。リヴァイ兵長ね。リヴァイ兵長、人類最強。俺の出番のようだな。なんだ、てめえ。
面白い面しやがって俺が駆逐しろ。なりふり構わずってところか。何の巨人だ。聞かねえのか、おい。おいおいおい、なんだこりゃ。どうしたらいいんだ。パンパン言いやがって。わしゃもうなんだよこれ。超難しいじゃねえか。わかった、これ銃が来るからちょこちょこ撃っていくんだ。了解だ。お前の判断を信じよう。チッ、効かねえか。効果が薄いようだね。おい、銃がねえぞ。銃がねえぞ。おい、いいリズムだ。チェーシー、バカ、カウンターショック。え、倒した倒した倒した、これ倒すよね。よっしゃ。おいおい、ちょっと待て、お前大事な顔が見えねえじゃねえかよ。おい、大事なね、死んだ顔が見えない。もうこいつら見習えよ、お前この死に際、表情一つ変えないこのピエン顔。お前も見せろよ、ピエン。たく、手間かけさせやがって。やったー。お、なにこれ、なにこう、クリアボーナス的な。バニー、バニーコス、なにこれ。お前足太すぎねえか、おい。ダイエットしろ、ダイエット。はい、ということで今回のパートはここまでにしましょうかね。あ、やっぱパオンが強すぎたな、パオンが。はい、ありがとうございました。歯車を壊したぞ。皆様、今宵のマジックはお楽しみいただけたでしょうか。では皆さん、またいつか月下の淡い光の下でお会いしましょう。